最も高貴なるインドの星勲章は、かつてイギリスに存在した植民地インドに関する勲章である。インドがビクトリア女王の直接統治下に置かれた後の1861年に制定された。ナイトグランドコマンダー、ナイトコマンダーコンパニオンの3等級があった。騎士団のモットーは天国の光が我らを導く。1947年のインド独立により、 廃止された。1857年から1858年にかけて発生したインド大反乱が鎮圧された後、イギリス東インド会社やムガル皇帝の統治は正式に廃され、インドはイギリス女王、ビクトリアの統治下に置かれた。1859年5月にビクトリア女王は、インド総督第2代カニング死者クチャールズカニングに宛てて書いた手紙の中で、 現地の主要な王侯たちを結束させるとともに、女王との個人的な中退によって、彼らを引きつけたい。そのために、行為の勲章誌を新たに創設したい。20人から24人。総督を団長とし、女王が主権者となる、将来的には名誉勲章誌の枠を設けて、東方の君主たちに授与していきたい。彼らに対する影響力拡大の手段となるであろうと新たな、 君意創設の意思を表明した。カニングも、A 首相第三代パーマストン子爵ヘンリー・ジョン・テンプルも、インド大臣第三代順団尺サーチャールズ・ウッドも、これに前向きだった。カニングは東急を作って、受賞の幅を広げるべきことを上層し、女王は、最高位のものをあくまで女王が除する、総督に無制限の権限を認めるつもりはないことを条件に、それを許可した。 さらに他の勲章との明確な区別を求める、オーハイ・アルバート講師の意見を入れて、バス勲章以下、聖マイケル、セージョ城ジ勲章以上という序列に決まり、またインド関連の勤務の後に、他の部署で勤務した場合、バス勲章が授与されるという住み分けになった。勲章のデザインはインド担当大臣ウッドの依頼を受けて、アルバート講師が行い、彼は1859年5月末にも、 そのデザイン画をインド担当省へ送った。この形がほぼそのまま採用されている。また、アルバート講師は勲章に刻むモットーとして、イギリスがインドを支配することを示しつつ、支配よく丸出しでない言葉として、ラテン語で天国の光が我らを導くを提案した。これは未開国インドを文明国イギリスが導くという意味が込められていた。総督カニングは、 モットーの内容そのものは指示したが、インド人相手にラテン語は無意味として英語にすべきと修正を求め、最終的には英語でヘブンズ・ライト・アワー・ガイドと刻むことに決まった。勲章名については試行錯誤があり、なかなか決まらなかったが、最終的にはインド担当大臣ウッドがアルバート講師や大法官、インド担当商工官やインド総督府などの意見を 調整して、インドの星勲章を案でまとめた。女王の最下を得て1861年2月23日に、正式に制定された。イギリス王族、インド総督以下のインド統治行政官、インド大臣、インド王公などが、受賞の対象であった。GCSC の政章以上の3等級が存在する。多数のヒキリスト教徒の受賞が想定される、勲章なので、 他の勲章のようなクロスではなくコマンダー表記が用いられている。他の勲章と同様に GCSC は軽色、大樹章、青章の3つから構成される。軽色はインドを象徴するスイレンの葉、イギリスを象徴するチューダーローズ、勝利と喜びを象徴するシュロの枝が交互に並べられ中央に王冠があり、その下に気章のモットーが刻まれているがついているというデザインである。 大受章は色がライトブルーであり、両端に白いストライプが入っている。先端には軽色のものと同じ気象がついている。聖章は銀星で中央部分から金色の光というデザインである。中央部分は星の周囲に天国の光が我らを導くのモットーが刻まれたリボンというデザインであり、ダイヤ入りである。また GCSC には ライトブルーと白いストライプのマントもつく。ケイキシーには GCSC と同じデザインの気象が付いた中受賞と小型の聖賞が与えられる。CSI は中受賞のみである。1947年8月15日にインドとパキスタンが独立したため廃止となった。すべての等級について受賞者の死後にイギリス王室への返還を求められたが、 GCSC の軽食以外は遺族の買い取りも認められている。最後まで生存していた GCSC 受賞者はトラバンコールハン王国最後のマハラジャだったスレイ・バルマであるといい、彼は1991年に死去している。ありがとうございます。